私は制作メディア研究家後期博士課程の森正樹です。私の研究は主に空間知覚と言われるものを、バックグラウンドに研究しています。例えば、私がこう目で見たその外界の空間をどのように認識しているか、知覚しているのか、どのように感じているのかということを目を通す中で、平面上写真のように二次元平面で一度投影されて、またでもそれが脳内ではこう三次元でなんか立体的に見える、そのようなメカニズムだったり、その知覚的な性質というものを明らかにするというふうなやり方を取っています。視空間だったり、そのベクションと言われるものというものは、今流行りのヘッドマウントディスプレイだとか、4K とか 8K とか言われてるところがあると思うんですけども、そのデバイスの奥行き感の見え方とか、奥行き感がどのようにあるのか、存在するのかというものを調べる一つの手段というものを提供していくことができるのかなと思います。実際の空間を使う、やはり目で見た空間とかディスプレイ内で見た空間とは全然違うわけで、実際の本当にありのままのものを使うということを重視しているので、見渡せるところではないとなかなか難しいですね。パソコン の, そのデータと向き合ったりとか、プログラム書いたり、ソフトウェア、実験に使うソフトウェアを作るとか、また研究発表する内容を作るとかする分にはすごく快適かなと思います。私が今の研究を進めていくためには素晴らしい環境だなと思います。研究でもちょっと煮詰まったなと思った時でも、こうトレーニングジムに行ったり、ちょっと気分転換して、周りを散歩してみたりとか、少しまた研究に戻ってくるっていうような環境が整っているかなと思います。とことん研究に打ち込める環境であると思います。私自身が研究をこのようにしたいと考えているときに、その研究に対して可能な限りいろんな手法やいろんなバックグラウンドを持って迫っていくことができるのかなと。